さっき警察何だったんですか。この辺ねちょっとクラブがあったりとか賑やかな、場所なんですけど、これどういうことなんですかね。なんかか、あ、西側橋公セキュリティが反応した。さっきこれ17人だったの。はい、11月27日土曜日、寒い土曜日が始まります。今までねずっと暖かかった土曜日だったんですけど、今週に入ってからね一気に、寒くなってきました。で、結構ね人通りもちょっと増えたかなという。もう12時手前なんですけどね、もう終電もねそろそろ終わる感じなんですけど、ちょっとね場所によっては賑やかなところがあったりっていう、状況なんですけど、まあ飲み屋さんですね。はい。でちょっとねさっきからパトカーとかいいなと思うんですけど、覆面パトカーがね1台止まってます。さっきはね他のところに違う場所にねパトカー止まってたんですけど、何なんですかね。こういう感じなんですかね。ちょっと、この辺ねちょっとクラブがあったりとか賑やかな、場所なんですけど、おまわりさんね、おまわりさんね、なんかあったんでしょう。なんかやってますね。ちょっともうちょっと歩いてみましょう。あ、こっち側にはねどこかな。物騒な岡山の街ですけど、変な感じですね今日は。目がかかってるでしょ。めっちゃ人いるけど、まあ、これラーメン屋ならみたい。
きますな。で、まあ、岡山駅の前、桃太郎大通りに来ましたが、結構ね、静かな感じでございます。ちょっと戻りましょう。今日は本当にパトカーがこの飲み屋街をめちゃめちゃぐる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 何度もしてます。さっき警察何だったんですか？警察は刺されたの？行きます。はい、です。喧嘩でしょ、喧嘩かもしれないですね。いや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 。まあでも逃げたんですかね。あんだけ警察がねうろ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 してるんで刺されたかもしれない。結構賑やかなね感じで。まあね、めちゃめちゃおまわりさんいるんで、あんだけいるってことはもう結構やばい事件があったのかなっていう感じでございますね、絶対。というわけでね、今日はねもうこんな感じで、終わろうかなと思います。まあね、人が集まればやっぱ事件も起きやすくなるというこの岡山の街ですけど、ね、普通にやばい街になってきたということですね。というわけでありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。